が打ってすぐパッと離れてしまいますので、はい、ボクシング的に言いますとヒットアンドアウェイということになるんですが、です、ね、この辺り連打が出ている続行です。ようやく今左の方が入ったんですが、それでも構わず前に出ます。それと何かこう重心が非常に低くて安定しています、はい、カート独特 の、 あのローキックですね、はい、あれが強いですよね。パンチやキックダンスでもぶれないんですね、はい、膝の上にうまく入れてますよ今もですね、はい、引いてます。プラス向きが少し引いています。あっと左右の連打打ち、そして引きながら相手をよく見ているのが安弘。バックスピンキック、ローキック引きました。違いますからね、はい、さあもう一発、両者とも奥の手が、ね、奥に構えた手が、得意なパンチですから、はい、当たりやすいでしょうね。身長差は9センチ、小林は171センチ、山内の方は180センチなんですが、もうそしてアッパー、ドッキリで追いかけて左右の連打、前にいたら自分のペースになりませんからね、やっぱり。あー左ストレート、はい、そしてローキックパンチを返す高谷、足が止まりませんね。いや場内の最後のストレートです。ほら顔が下がる気だ、あるしかしろよ、パンチを返します。おお、いった、うわ大丈夫ですかね。いや足を止めての止まらない気